はい、どうも皆さん、こんにちは。本日もポケモン動画撮っていきましょうか。そして、このチャンネルでは、継続的にポケモン動画出してるので、もしよろしければ、これを機会にチャンネル登録して、これからもポケモン動画を見ていただければ幸いです。よろしくお願いします。で、今日のテーマなんですが、なんと、海外で新しく追加される可能性があるポケモンについて、様々な画像が今公開されているわけですが、今日はそちらの画像、本当に追加予定なのか、仮に何か追加されるんであれば、どのタイミングで追加されるのか、何体ぐらい追加されるのか、そこについて話していきましょうか。もうすぐポケモンデーが開催されるっていうことで、様々な情報が今出回っております。これは絶対ガセだろうっていう内容だったりとか、いや、これは可能性はあるなっていう情報だったりとか、様々な情報が出回ってるわけですが、今日はその中でもかなり話題になっているこちらのポケモンたち、これらのポケモン果たして本当に今後追加されるのか、ここについて話していきましょうか。そして今画面に今後追加される可能性があるポケモンたち出したわけですが、ただこれらの画像については自分もいろいろ調べた結果、どうやらファンの方が作成されたファンアートであることが確定しました。特にマルマインに関しては、まあ、マルマインっていうか、なんていうか、これは何なんだろう。マルマイン亜種みたいな感じなのかな。マルマインの見た目が変わったバージョン。こちらに関しては、特に公式画像と間違えるぐらいうまくできているから、勘違いされている方も多いんですが、残念ながらこちらもファンの方が作成されたファンアートになってます。で、右の木回りの進化先みたいな、まあ、進化バージョンみたいな、そういったポケモンに関しても残念ながらファンアートで、左の方の完全新ポケモン、左上の方はなんか大太刀みたいに見えるんですが、これに関しても残念ながらファンアートっていうことが確定しております。ただこれらの画像っていうのは今ネット上で結構拡散されていて、まあ中には新しい翡翠ポケモン確定いたしましたみたいな感じで情報が出回っていて、結構な方が勘違いされているんじゃないかなと思っているんで、こちらに関して情報共有させていただきました。けどうまくできてますよね、本当に。特に左上と真ん中の丸マインの、まあ、進化先なのかちょっとわかりませんけど、まあ、どういったイメージで作ったのかわかりませんが、これはかなりよくできてるなと思いました。ただ現実問題として、これから新しい翡翠ポケモンが追加されるのかどうかっていうところ、まあ、そこに関してはね、正直何とも言えないところではあるんですが、ただ可能性としては低いんじゃないかなと思ってます。もしかすると伝説系のポケモンが何か追加される可能性がありますが、ただあるとしても伝説系のポケモンかな。ここでさらに新しい翡翠ポケモンが追加されるっていうことは考え難いから、まあ、ダウンロードコンテンツ仮に出たとしても、過去作のポケモンたちが中心になって出てくる、ないしは翡翠の姿で登場するみたいな、そういった形になるんじゃないでしょうか。完全新ポケモンはおそらくないでしょうね。例えば本作でいうバサギリとか、まあ、ガチグマとかアヤシシとか、ああいった完全新ポケモンではなくて、あくまで翡翠の姿、そういったバージョンで出る可能性が高いのではないでしょうか。まああくまでダウンロードコンテンツ目玉になってくるポケモンたちがいると思いますが、やっぱりいたとしても伝説系のポケモン追加かないしは翡翠姿になるでしょうね。だから今言ったようなこういった新しいポケモンたちは出てくる可能性は極めて低いと考えてます。ちなみにダウンロードコンテンツに関しては今のところは1種類だけじゃなくて何種類か発売することになるんじゃないかっていうことが言われてますね。まあこれっていうのは今一般的に言われてるわけですが、果たして何体ポケモンたちが追加されるのか。だから当初の噂では今作に登場するポケモンは全部で400体。現時点で約240体いるわけだから、あと160ぐらい追加されるんじゃないかっていう話になっていましたが、ただそう考えると 80×2 か、まあ 55×3 か、多分それぐらいになるんじゃないかな。けど、地方を丸々追加するんであれば、さすがに 55×3 っていうのはないから、まあ、そう考えると、まあ、80×2 っていうのが妥当なところではないでしょうか。まあとりあえず、様々な情報が出回ってますが、少なくともポケモンデーで何かしらの頭なしが行われる可能性が高いんじゃないかなと思ってます。今の状況で具体的にどこまで情報が出てくるかっていうところはわかりませんが、おそらく、
2月に頭出し。で、4月、5月、6月、どこかのタイミングで、詳細が発表されて。で、夏から秋にかけて、ダウンロードコンテンツ、発売って形になるんじゃないかな。個人的にはそう予想してますね。まあ、結局、やっぱここで気になってくるのが、ダウンロードコンテンツの発売時期。例えば、剣盾の場合だと、約半年後に、確か発売された記憶があるので、おそらくアルセウスもそれぐらい。まあ、そう考えるとやっぱり8月9月そこら辺が怪しい気がしますね。だからポケモンデーで仮に頭出しがあったとしても発売自体はまだまだ先じゃないかなと思ってます。まあ、剣盾の時と同じじゃないかな。あくまでこれっていうのは個人的な見解なんでどうなるかわかりませんが、ただ個人的な予想としては頭出しが2月のポケモンデーで、もしかするとワンチャン公式情報が4月、5月ぐらいに出てきて、で、6月の任天堂ダイレクトでより詳細が判明するみたいな、そういった流れじゃないかな。そうなんだよ。任天堂ダイレクトは2月、そしてその次は6月に行われる予定だから、多分そのタイミングで何か出てくるでしょうね。そして満を持して8月、9月に発売みたいな、そういった流れでしょうか。で、第1弾が、まあ、8月、9月に出てきて、そして年明けて、おそらく1月ぐらいに、またまたダウンロードコンテンツ第2弾が出て、それで終わりみたいな、そういったイメージでしょうか。どうなんだろうな。まあ、スピード感がいまいちわかりませんが、ただ、剣盾とかをベースにするんであれば、まあ、それぐらいになりますよね。まあ、ちょっとそこに関しては気になってますが、果たしてどうなるでしょうか。もしよろしければ、皆さんの予想だったりとか希望だったりとかそういったところをコメント欄に書いていただければ幸いです。よろしくお願いします。皆さん割と真面目にダウンロードコンテンツいつ発売してどういった内容になると思いますか。うわー、あいつなかなかえぐいな。これ捕まることできねえんだ、あの距離から。ただ個人的な見解としましては、それこそゴールデンウィーク前後とか夏休み前後とかにダウンロードコンテンツが発売してくれるのが嬉しいんですが、ただあまりにも早く販売されすぎると飽きが加速するから、まあできるだけ中長期的に遊びたいんで、まあさっきも言った通りスケジュール的には8月9月に第1弾発売で第2弾が年明け発売みたいな、まあそういったイメージの方が個人的にはいいんじゃないかなと思ってます。てかさ、このアルセウスっていうゲーム皆さん的にはどうですか。ボリュームはありますか。僕的にはボリュームはかなりあるんじゃないかなと思ってます。まあ世間の声とか見てるとなんかあんまりボリュームがないみたいな、そういった話もたまに見受けられますが、ただ冷静に考えてかなりボリュームはあるんじゃないかなと思ってます。ただこのゲームっていうのはボリュームが結構あるにもかかわらず、ただ蓋を開けてみると、まあ発売してから1日2日、まあ、早い人で1日2日か。で、まあ、ゆっくりやっても1週間ぐらいでメインストーリーが全て終わってしまうみたいな、そういった方々が多かったんじゃないかなと思ってます。で、発売から10日も過ぎ去ったら、やることがほとんどないみたいな、まあ、そういった人も結構いたりとかで、まあ、タスク埋めであったりとか、サブ依頼だったりとか、やることっていうのもたくさんあるんですが、ただそれでもね、それも全てやり尽くしてしまって、本当にやることがないみたいな人も、結構出てきてますから、まあ、そう考えると仮にダウンロードコンテンツ発売したとしても一瞬で終わりそうだなと思いました。結構ボリュームがある気がするんだけどな。ね、みんななんか一気にやりすぎてすぐ終わってしまうから、結局ダウンロードコンテンツ出たとしても一瞬で終わりそうな感じがしますが、どうでしょうか。そこは大丈夫なんでしょう。若干そこが気になるところではありますが、けどやっぱりあれなのかな、拡張性ってすごく重要なのかなと思いました。まあ拡張性っていうのはすなわちどういうことを言ってるかっていうと、例えばやっぱり従来のポケモンと同じで対戦ですよ、対戦。まあポケモン捕まえて、なおかつポケモン図鑑のボリュームがかなりあるっていうのが今作の特徴でもあると思うんですが、ただ一方でタスクとかポケモン図鑑埋めっていうのが結構作業芸に感じる人であったりとか、やっぱり対戦ガチ勢の方が非常に多いと思うんですよ。そういった対戦ガチ勢の方が多いと思うので、まあそう考えると、やっぱりね、対戦っていうのも今後追加されたら嬉しいなと思いました。
けど、さすがに対戦は無理かな。追加ないかな。どうなんだろう。まあそこに関しては、公式のみぞ知るみたいな、そういった感じなわけなんですが、まあ個人的には期待しますよ。はい。はい、ということで今日の動画この辺りで終わっていきましょうか。まだチャンネル登録お済みでない方が、もしもいらっしゃいましたら、ぜひこれを機会にチャンネル登録して、これからも動画を見ていただければ幸いです。よろしくお願いします。おそらくポケモンやってる方であれば、チャンネル登録しておいて損はないと思うので、ぜひ気軽によろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ、じゃあねー。